まずはランドネストドーム S の基本からサイズを紹介します。奥行き 2.5m、 高さは 1.4m で、横幅は 3.75m となります。なので同じ形状の出入り口が前後にあります。さらにサイドのパネルもロールアップできるので出入り口を広くできます。またフロントパネルはキャノピーにもできます。インナーテントを張らない状態のシェルターのサイズは幅 2.5m、 高さは最大 1.4m です。リアパネルを開けると半円型の大きなシェルターになります。そしてリア側と対角上のフロント側に1箇所ずつベンチレーションがあります。高さが約 1.4m のためローチアスタイルに、またコットが横に置けるので室内を広く使えます。インナーテントの設営です。スノーピークのロゴのある方が前になります。後ろ側だけはペグにフックをかけます。実は180度回転させると前方向にもインナーテントが張れます。吊り下げフックは後方5箇所、前方にも5箇所あります。前後に出入り口があり、メッシュパネルにもなります。サイズは幅 2.25m、 奥行き 2.25m、 高さ約 1.3m、 やや後方が台形になります。なので思ったより広く、大人2人や親子でもゆったり使えます。サイドの三角パネルはフライシートと連携しています。ランタンは細めのタイプならそのままかけられます。室内のポケットは前方に2箇所あります。フライシートの設営です。セット内容はご覧の通り、フライシートは三角パネルが両端に見えるように広げます。A フレームのリングのついた上の部分にセンターフレームを奥まで差し込みます。
2人で行う場合は1人がフレームを支えておくとやりやすくなります。Cフレームは2本あり、前後どちらでも OK。A フレームを入れた同じタブの外側のグルメットに入れます。まだこの時点では好きな位置にテントの移動ができます。まずはセンター4箇所を固定します。そして外側4箇所をペグダウンすると形が完成します。ガイロープをテントに取り付ける方法を解説します。サイドのジョイント部を例にします。まとめです。ツーウェイの使い方ができて、前後にテントが設置できたり、バリエーションが豊かで、設営がとても簡単です。ソロでもデュオでもとても使いやすい、スノーピークのランドネストドーム S、おすすめです。